南宿駅は、岐阜県橋間市や足近町南宿にある、名古屋鉄道竹花線の駅である。駅番号は TH03。列車の交換が行われる。かつて急行運転が行われていた際は、この駅で、運転停車が行われていた。駅集中管理システム導入済みの無人駅。トランパス導入前の南宿駅相対式二面二線ホームを、持つ。 地上駅で上下列車の交換が可能である。2007年にトランパス対応化工事が行われて、駅舎が上下線それぞれに建設されたが、スペースの関係上、笠松方面のホームは、駅舎がホーム中央にあるという珍しい構造となった。この笠松方面の駅舎は、入り口が2つあり、中には1台自動改札機が設置されており、電車に乗るときは、 左側の入り口から入って自動改札機を通ることで入場したことになり降りるときは右側の入り口から入ることで改札機が出場処理を行う。何かを使用して当駅笠松方面行きホームを利用する場合には必ず改札機を利用し入り出場処理を受けておかないと後で面倒なことになる。特に当駅で出場処理を忘れると次回の利用に 大きな支障が生じるので注意が必要である。また、2008年6月29日に導入された乗車券確認システムは乗車駅の記録を必要としており、毎日のように利用する乗客は習慣的に改札機を通らないため、さらに注意が必要となる。こういった風変わりな作りのため駅舎には多数の掲示があり、改札機の利用を促している。また、 笠松方面行きホームには自動生産機は設置されているが、マニカ、チャージ機は設置されていない。下車時にマニカが残高不足の場合にはインターホンで係員に連絡し、指示を仰ぐことになるが、無人駅のため対応に時間がかかる、胸の掲示がされている。そのため、当駅笠松方面行きホームでマニカのチャージ額を利用して下車しようとする場合には、 あらかじめ十分な金額をチャージしておいた方が無難で、ある。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、257ページ。ISBN978 から47億7701万3364。トランパス15駅に導入、名鉄、14日から。交通新聞、P1AB。 南宿路線一覧。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。電気車研究会。鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月。臨時増刊号。特集名古屋鉄道。干末折り込み。名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編参委員会事務局。名鉄120年。近20年の歩み名古屋鉄道。 2014年160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年651から653ページ。データファイル統計情報橋はしまし。ありがとうございます。